こんにちは、宮沢あゆいです。今日はですね、女性教師の学級開きのポイント、このテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと変わったテーマですね。初めてのテーマですけれども、4月6日に学級開きフェスティバルというのを行います。その中で学年別学級開き何でも相談会というものを開催させていただきます。全部で8名の先生方が各学年別に分かれてですね、各ブースで学級開きのポイントをプレゼンした後に、まあそれぞれ交流の時間を取るっていう、そういう趣旨なんですけれども、先日ねリハーサルっていうか、みんなでこう交流とか試合会いました。でその中で女性の先生が2人いるんですけれども、このお二人の先生のプレゼンが非常にこう分かりやすくて、なんか柔らかくて穏やかで、めちゃめちゃいいな、俺にないものばっかり持ってるぜっていうふうに思ったんですね。ですごいかっこよかったし、羨ましかったし、悔しくもあったんだけれども、やっぱもうすごいなっていうふうに思いました。で今からですね、そのリハーサルの様子ではあるんですけれども、ちょっとだけお見せしたいと思います。一人目は天野先生、佐賀県の先生で、小学1年生のブースを担当してくださいます。でもう一人は伊藤先生。伊藤先生は小学3年生の担当で、埼玉県で先生をされています。両方とももう20年以上の大ベテラン教師なので、本当にこう安心してご視聴いただけたらなというふうに思いますけれども、彼らというか彼女らがですね、どういうことを意識して学級開きをしているのかな、どういうふうにこう語りをするのかなというのを、ぜひその雰囲気を感じていただければいいと思います。なんか男女別にこう分けて言う必要はないんだけれども、割とこう男子っていうのはですね、行くぜおうみたいな感じでやっちゃいがちなんだけど、それが苦手なクラスの子供の女子とかいたりするんだよね。だから今日の動画としては、一応こう女性教諭の学級開きなんていうタイトルしましたけれども、男性だからこそ学びたい、ぜひ女性も学んでいただきたいんですけども、もちろんね、男性教師だから学んでいただきたいっていう、そんな意味もあって紹介していきたいと思います。今からこのお二人の先生のリハーサルの様子を一部分だけれども、ちょこっとお二人分ね紹介していきたいと思います。紹介した最後にはまた僕ここに戻ってきてお話ししたいと思いますので、よければね最後までご視聴ください。それでは行きましょう。どうぞ。ではいよいよ入学式当日ですけれど、流れは大きく3つです。暖かく迎えて自己紹介、それからミニ練習をして入学式で、最後に保護者への挨拶と説明をして明日の連絡をします。で大事なポイントは3つです。笑顔でいること、そして褒めること、そして端的に話すことです。で詳しく話していきますね。でまず暖かく迎えて自己紹介ですけど、で子どもたちまだ何も知らなくて不安いっぱいで来ると思いますが、挨拶ぐらいはその子もするんですよね。お家の人に促されながらする子もいますけれど、そういった挨拶ができた時に、うわもう先生よりも早く挨拶ができたねとか、元気な声でできたねとか言って褒めてあげることで、なんか自信がね、1年生になって不安だけど、それがちょっと自信に変わるきっかけになります。で分かりやすく親しみやすい自己紹介ですけれど、後で実演してみせますけど、この自己紹介が安心感につながるので、子どもたちに分かりやすく話してあげましょう。で保護者に対しては一番伝えたい教育理念というのを伝えます。なかなかお話しする機会というのがありませんが、この入学式が一番じっくりお話ができますので、その時につながりを作っておきましょう。そして親に手を振らせ、プチ親離れとありますけど、これは入学式に親が先に入場します。なのでその先に行く親に対して手を振るときに、僕たち自分たちでできるよねとか、お兄さんお姉さんになったんだね、すごいねっていうことで事実への意識づけをしてあげましょう。では、自己紹介と教育理念やってみますね。私の自己紹介の例です。皆さんおはようございます。私の名前は天野恵美と言います。天野先生と呼んでくださいね。先生の名前覚えました？さあ言ってみましょう。せーの、天野恵美先生。わすごい、一回で覚えたんだね。じゃあ先生の、自己紹介、先生どんな先生かなっていうのを今から紹介していきますね。天野の明るい挨拶負けないよ。先生は挨拶はもうみんなに負けない自信がありますので、明日からまたね学校来る時にも挨拶を先生にしてごらん。先生絶対みんなに負けないぐらい明るい挨拶ができるよ。みんなの挨拶も楽しみにしています。天野のマット運動が得意です。先生は側転したり、宙返りしたり、
鉄棒したり平均台をしたり、そういう体操競技を昔習っていました。体育の勉強の時にみんなと一緒にそういう楽しい運動したいなと思っています。アマノのノリノリでピアノを弾くよ先生は、一回ね、聴いた曲をピアノで弾くことが得意です。みんなの知ってる好きな曲を教えてくれると、先生、ピアノで弾くことができます。音楽の勉強が楽しみですね。天野恵美の絵、えくぼの笑顔です。先生はニコって笑うと、ほっぺたにちょっとポコッとね、へこんで、えくぼが見えます。ね、みんなにエクボの笑顔をたくさん見せられるような一年で聞きたいなと思います。2. みんなの夢を応援します。学校の中ではね、楽しいこともあるけれど、困ったこともあると思います。どんなことでもお話しして、してもらったら、先生はみんなのことを応援しますので、どんどん頼ってください。というふうな感じで自己紹介をします。で次に保護者の場合ですね。保護者にとって対してはちょっとカチッとした形でしっかり教育理念を伝えた方がいいと思います。でこんなふうにやっていきます。で先ほど紹介いたしました天野恵美と申します。本校6年目で4児の母でもあります。皆さんどうぞよろしくお願いします。今までの教育活動や子育ての経験から私には大切にしている理念があります。それは子供の一歩に寄り添い励ますということです。子供には自分なりにこうしたい、こんな風になりたいという思いがあります。またそれぞれが抱える課題もあります。それに対し大人が舵を取る場面もありますが、かつて子供が大きく成長した瞬間は成功体験であっても失敗体験であっても自らの意思で決定し行動に移しその体験を振り返って何かを学び取る時でした。その喜びや悲しみ、楽しさや悔しさに寄り添って勝ち続けてあげて次に生かすための火を灯す役として、に出会いたいと思っています。しかし私一人の励ましよりも皆さんと一緒になって送る励ましの方が何倍何十倍もの効果が期待できることはお分かりいただけると思います。大切なお子様のためにどうかこれから1年間共に手を取り合って寄り添い励まし成長を喜び合っていきましょう。どうぞよろしくお願いしますといった感じですね。時間あまりないと思いますので、もう紙にね書いておいてそれを当日もう自分が記憶して、伝えるという風にしておくといいと思います。では次入学式前です。ミニ練習入学式をやっていきます。すべて褒めて指導していきます。もう最初から厳しい人はいりません。子供を不安にさせることはもうこの時点では絶対にもう NG なので、褒めてあげてください。例えばですね、初日の健康観察、埼玉県健康観察って呼んでますけど、こんな風に私はしています。相田さんって普通呼んだら、相田さんは、はい、元気です、なんていう風に答えるんですけども、初日の出席確認は、絵を描くのが好きな相田さんとか、サッカーが得意な石田くん、マット運動とっても大好きな上田さんなんていう風に子どもたちのいいところを頭につけて名前を呼ぶようにしています。そうすると子どもたちが先生はじめましてなのになんで僕たちのこと知ってるの、私たちのことなんで知ってるのっていうような嬉しいサプライズで教室が温かい雰囲気からスタートすることができます。ちょっと準備が必要なのが、前の担任の先生からの引き継ぎで全員のいいところを聞いておくとか、指導要録でいいところをちょっとメモしておくなんていう準備が必要なんですけれども、とても6年生でも喜ぶような出席確認なのでおすすめです。2時間目、担任の自己紹介、そして3年生について少しお話をします。どんなふうにやるのか、じゃあ実際にやってみたいと思います。一度共有をお手しますね。はじめまして、今年度3年1組の担任になりました伊藤理恵子と言います。伊藤先生と呼んでください。先生の好きな教科は国語、そして読書をすることが大好きです。今年は50冊、
絵本を読みたいな、みんなと一緒に読みたいなというふうに思っています。読み聞かせも大好きなのでおすすめの絵本もここにありますよ。ぜひ楽しんで読書をする時間をね、取っていけたらいいなというふうに思っています。あと先生の好きな食べ物は、ラーメンです。みんなは何味が好きですか？先生は塩ラーメンが好きなんだけど、そうね、あ、いろんな味があるからね、みんなの好きなものもぜひこれから教えていってください。ではここでクイズを出します。3年生は新しいアイテムを使って勉強をすることがあります。2つあるんだけど、みんなどんなアイテムか分かりますか？ヒントは細長いものです。両方とも細長いですよ。5秒前、5、4、3、2、1、5、3かな、はい、では1つ目はじゃん、これです。そうですね、これ筆、お習字が3年生では始まります。墨をね、ここにたっぷりつけて大きく迫力のある字を書くととっても気持ちがいいです。著者の時間楽しみにしていてください。もう一つは何でしょう？同じく細長いものです。あ、よくわかりましたね。もう一つはこれですね。リコーダーです。3年生では音楽の時間にリコーダーを使って演奏をします。ぜひみんなもね、一生懸命頑張って素敵な曲を弾けるようになるといいですね。頑張りましょうね。それでは先生と一緒によろしくお願いしますの挨拶をしましょう。先生の後にね、続けてよろしくお願いしますって言ってくださいね。では、背筋をピッと伸ばします。はい、1年間よろしくお願いします。2時間目、その中で、とても温かい雰囲気で自己紹介が、ね、できると思うんですけれども、ちょっとピリッとした時間も、取るようにしています。それは叱る基準を伝えるということです。でこの2点、人をバカにしたり、はい、ありがとうございました。いかがでしたか、お二人ね。すごいよね。めちゃくちゃわかりやすくないですか。なんか二人とも、なんて言うんだろうな、担任としてのこうエンターテイナーでうわーっと盛り上げてとかっていうんじゃないじゃないですか。まだリハーサルだし、割とまあ淡々とやってらっしゃるんだけれども、なんかスーッと耳に入ってきません。で、多分自分が子供で教室の椅子に座ってたら、もう先生の話、もうスーッと目を見て話聞きたくなっちゃう、聞くと思うんですよね。スーッとこう引き込まれていってしまう。で、その空気感に今日この動画で触れることができたっていうのは、この動画の一番の財産というか価値だったんじゃないのかなというふうに思います。間違っても僕にはできません。本当に勉強させてもらってますけれども、こんな素晴らしい先生、今日はお二人だけ紹介しましたけども、他にもたくさんね、いっぱい素晴らしいノウハウ、人間性、生き方、教師としての技術、いっぱい持ってる先生が大勢おられますので、ぜひぜひ学年別学級開き何でも相談会にお越しください。学級開き直前にはなると思いますけれども、この直前に一つ自分自身をアップデートして教壇に立つ、そんな最後のチャンスになってると思います。よければご参加ください。研究所メンバーシップにご登録いただけると、こちらチケットご購入できますし、ゴールド会にご登録いただければかなり大幅な割引がありますので、ぜひぜひご検討ください。お待ちしております。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営、そして学級開き、応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。